皆さんこんにちは、ケンです。本日は私が個人的におすすめする最新のクロスバイク、こちらを紹介したいと思います。エスケープ R ディスクになります。私のおすすめする1台になります。クロスバイク乗りなら知ってる方多いと思うんですけども、日本一売れてると言われているエスケープ R3 の油圧ディスクブレーキモデルになります。全体はこんな感じ。今回青を持ってきたんですけど、こう下に行くとグラデーションがかっていて、今年のジャイアントさんはカラーリングにかなり力を入れてるなっていう印象を受けます。油圧ディスクっていうのがすごいポイントでして、タッチかなり軽いです。ハンドル周りはこんな感じ。こう手のひらも乗せやすい形状になってます。ただの丸いグリップとは違ってこう乗せやすいで、変速もすごく見やすい、24段変速ですね。前が3枚、後ろが8枚で、ブレーキはテクトロの油圧ブレーキです。これかなり軽いですよ、タッチで。試乗もしてるんですけども、効きも、シマノと比べるとそんなに変わらないですよ。しっかり制動力ありますので、雨の日のライドでも安心だと思います。車輪は、ジャイアントさんの純正品の車輪になりますね。タイヤは 700×30C を履いてます。これもジャイアントさんのロゴが入ってますね。トレッドパターンは結構水切りが良さそうなタイプですね。真ん中スリックでこう水はけいいようなで、横はグリップ効くような感じですね。で、前からはこんな感じなんですけど、ここが多分21年の変更点でもありますが、ロゴが変わりましたね。エスケープ独自のこの丸いマークからこのジャイアントっていう文字になりました。横を見てもロゴがちょっと丸みを帯びたような感じになってます。サドルは結構ここ溝切ってあって、かつ見てください、かなりふかふかです。かなりふかふかなサドルなので、パッドとか履いてなくても長時間乗れそうな感じはします。ドライブトレイン周りはフロント3枚、リア8枚の24段変速で、フロントディレイラーがターニーで、リアディレイラーがアルタスとなってますね。確かクランクセットはエスケープといえばプロホイールがついてる印象なんですけども、今回もプロホイールですね。で、実際に試乗したんですけど、軽くキビキビ走ってくれます。このエスケープカラーもたくさんございまして、特にジャイアントは今年カラーリングに力入れてるなっていう印象は個人的にあります。通勤通学とか、あと趣味、これだったら全然100キロでも走れると思いますよ。エスケープRディスク乗ってみてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。